にちは、木下ゆうかです。今日はね、ジャンクフルのダブルガーリック油そばを食べてみたいと思います。なんかもうなんかあれですよね、見るからにジャンクな感じですよね。ダブルガーリック入り油そば。ダブルガーリック、ガーリック入り醤油だれとガーリックチップが入ってる。あ、なるほど、それでダブルガーリック。私ニンニク大好きなんで好きだと思います。開けて、火薬と調味タレが入ってます。調味タレ、これは後入れですね。火薬だけ、全部後入れだ。お湯を注ぎます。で、これを斜めで温めるらしいです。はい、そして3分待ちます。3分長いな、眠たいな。じゃあ温めてお湯を捨ててきました。いきます、オープン。はい、ただのそば以外の何物でもないです。じゃあこのそば、多分後入れ火薬から入れればいいんだと思います。うん、なんかごまとちっちゃいニンニクが入ってるっぽいですね。あー、ブサイクな引き方してた。こんな感じのやつです。なんかこのちっちゃい、わかります？これが、ニンニクのチップです。それにこの蓋の上で温めておいた調味タレを入れます。お、美味しそう。茶色い。じゃあ混ぜます。あー、なんか醤油ガーリックの匂い。じゃあまあね、こんな感じだと思います。なんかあれですね、油そばって見た目あんまりですね。でも味はしっかりついてるんですよね。いただきます。程よくいい硬さで、ニンニクがよく効いとって、醤油香ばしくて美味しいです。あ、でチップもガリガリって噛んだらあります。うん、じゃあ最後の一口です。いただきます。完食です。私結構油そば好きなんですよね。やっぱりこってりしとるから美味しいんですよね。私はもしかしたら焼きそばより、カップ焼きそばよりもこのカップ油そばの方が好きかもしれないです。とても美味しかったです。この動画が良かったらいいねボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。